よ、義乳特戦隊隊長、義乳様参上。決めるんじゃなくて、さっき来た彼は倒さないでほしいんですよ。どういうことだ？あいつと友達なんか？いや、そういうわけじゃ。顔の貴様、よくやったぞ。ギニュー特戦隊の一員にしてやろう。せっかくの申し出、遠慮させてもらう。俺の願いは別にあるのね。これで破裂したと思った瞬間に、こんなことになった瞬間に俺の手で取りたいところだ。俺はこの歴史に本来関われないんだ。そうです。ターレットを倒し、ギニューがもう一度チェンジをしなければ、元の歴史に戻せる。なんで俺らがそこにいんだ？お互いの体を交換したの。そんなことが、うまく地球に出てた。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそこれだ。チェーンジ、もう行かねえぞ。
これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだった。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。来たわね。さあ、またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。すぐにドラゴンボールの願いを叶えたのを教える気になるとしよう。メイルはまだ続いておらんが、メイルは自宅稼ぎをするつもりじゃ。これが最後の警告にしましょう。いい加減にドラゴンボールの願いの叶え方を言えなさい。死ぬはずになります。お前がそれを知っても無駄だ。でも、地球人はきっと飛びつく頃だ。お前が死にたい合言葉を伝えにな。おじいちゃんを騙すんじゃない。